はい、こんにちは、レトスノールです。今回なんですけども、農地と再送放牧地、これの賃貸借契約についての解説をさせていただきます。まあ、内容的には農地再送放牧地の賃借人の保護に関する内容なんですけども、まあ、これはもうポイント5つですね。1,2,3,4,5 個、もうこれをもうそのまま覚えていただければ大丈夫です。なんで一つ一つ見ていきます。まず対抗要件ですね。農地とか再送放牧地賃貸借契約しました、借り主っていうのはどうすることで対抗力を持つのか、これは農地とか再送放牧地を引き渡しを受けたら、これで対抗力持ちます。つまり登記をしていなかったとしても引き渡しを受けるだけで対抗力持つんですね。これは建物と一緒ですね。建物賃貸借も一緒でした。建物についても賃借権を登記しなかったとしても引き渡しを受けるだけで対抗力持ちましたよね。なんで、まあ、建物と一緒だっていうふうに考えていただいて大丈夫です。で、農地とか再送放牧地の存続期間ですね、これについては50年以内で定めましょう。これはまあ民法の内容です。なので覚えやすいと思います。で、続いて農地とか再送放牧地の賃貸借契約を合意解除する場合、また解約の申し入れをするといった場合ですね。こういった場合、原則知事の許可が必要です。つまり農地の貸主と借主が契約期間内にもかかわらず、まあ、解約しようと、当事者間の合意によって解約しようっていった場合ですね。こういった場合、勝手に解除ってことはできないんですね。勝手に解除することはできなくて、知事の許可をもらってくださいねっていう話です。また解約の申し入れの場合もそうです。例えば契約期間中にもう使わないから解約させてほしいっていうことで、貸主に対して解約の申し入れをしました。まあ、この場合についても知事の許可が必要なんですね。なんで、まあ、この点もですね、頭に入れておきましょう。で、続いて更新の話なんですが、これは更新を拒絶する場合のちょっと内容になってきます。期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に更新拒絶の通知をしなければいけません。なので期間満了直前に更新の拒絶をしたとしても、その期間満了時に契約が終了するかっていうと、それはしませんよって話なんですね。期間満了で契約を終わらせたいというのであれば、1年前から6ヶ月前までの間に更新拒絶の通知をしてくださいね。借主から貸主に対して更新拒絶の通知をしてくださいといった内容です。で、最後ですね。最後は農地とか再送放牧地の賃貸借契約っていうのは書面で行ってくださいねって話です。口頭ではダメですよ、書面で行ってくださいねっていう話です。まあ、この内容もう5つですね。もうポイントだけ頭に入れていただければ大丈夫です。おそらく農地の賃貸借で出てくるって言ったらこの辺だと思いますんで、この5つをそのまま頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。